平成20年5月11日、阿蘇市立体育館裏の古川にて清掃作業が行われました。天候は快晴ではないものの、作業のしやすい気候でした。この活動は初めて内巻地区の育から5区が主催したもので、ボランティアとして阿蘇市職員130名も応援に駆けつけ、288人もの人が集まりました。作業は堤防の除草、そして河川内のゴミ拾いをする人、二手に分かれて作業は行われました。河川内はボートを使って徹底的に掃除し、一日でいつの間にか不法投棄されたゴミと雑草でトラックが埋まりました。大勢の人々がきれいにしたいという思いで参加し、古川は見違えるような美しさを取り戻しました。